デイビス拾いました。ディフェンスリバウンド、秋田いいディフェンスでしたね。安岡につけてスリーポイント、安岡先制パンチは秋田です。スリーポイント安岡が決めました。今日の一人キーマン岡本、自ら行った、岡本が行った、岡本ドライブからフィニッシュ、ガードの岡本が決めました。本当にお互いにいい部分、まあ、そして昨日の反省を踏まえての修正点も、ありながらですね、クロスゲームの展開になりましたね。広島は今日スターターの岡本が積極的なこのドラ、最後は左手でリングに沈めました。川谷からケネディのスリーポイント、古川からカーター、そしてポイントガード大浦、遠目からのディープスリー、すごいですね、素晴らしいスリーポイントシュートよね。まあ、コートに立つビッグマンも守備がしっかりとできます。ここはアリウープ、素晴らしいプレーですね。ダンクは最後コールビー、リターンパスをもらった岡本、飛龍、岡本、ケネディ、フェイクで中に入ってきたケネディ、も3つ決めました。エチェニケ落ちてディフェンスリバウンド、コールビー、大浦とつないで、またもやデイビス、ダンク、素晴らしいですね。デイビス選手はそのシーンです。空いたところ見逃しません。パス交換、右につけて中山から野本、動かして細谷、コーナーから長谷川、ですよね、よく決めました、あたりのシュート、リバウンド、ディフェンスリバウンド、カーターから、さあ早い攻撃、伊藤、速攻きた、野本だ、早いですね。まあ、起点と慣れて動けて、まあ、何でもできるのがこのコールビーです。スリーポイント下がりながら、たださあ大浦、ただが入ってきた、ただのジャンパー、落ちて沈めました。デイビース今日はコートの上で躍動しています。デイビス、さあぐんぐん点差広げて追いかける広島、田渡のシュート、細谷から素早い攻撃、どうだ、リバウンド高い、コールビー拾って決め切りました。スクリーンの対応ですね、スクリーンに対してショーアップといって大きい選手出てくるんですけど、それを超えてでもですね、リングにアタックできるのでいいですね。長谷川飛ばして入ってきた、長谷川よく見てました。ここで試合終了です。 B リーグ2020-21 シーズン B1 リーグの第16節。